シクリット、またはカワスズメは、スズキモク、ベラアモクシクリットカセクリデイに分類される魚の総称。中央アメリカから南アメリカにかけてと、マダガスカルを含むアフリカから中東、南アジアまで分布する。淡水魚、寄水魚が少なくとも約1300種以上確認されている。熱帯魚の中ではネーモ毛ーナ種として知られ、他種との混泳は注意を必要とする。 ティラピアなどは水産上重要である。エンゼルフィッシュ、ディスカスなど色彩の美しい種は観賞用熱帯魚として流通する。繁殖形態が特徴的でよく発達した行動様式を持つ。シクリットの繁殖形態には大きく分けて3種類があり、などがある。口の中で卵や稚魚を育てることを口内保育と呼び、そのような習性を持つ魚を マウスブルーダーと呼ぶ。知られている種の大部分が東アフリカと中央アメリカ、南アメリカに分布しており、これらの地域ではかつて爆発的に種文化が進んだことが想定されている。ティラピアなどの一部の種は日本に移入され養殖されたり外来種として定着しているものもある。アフリカンシクリッドはアフリカ産のシクリッドの 総称アメリカンシクリット中南米産のシクリットの総称。エンゼルフィッシュやディスカスなど単独で有名なグループは除く場合もある。ありがとうございます。